Z114 から緊急のメッセージ。あなたの居住区が水浸しになっています。所持品に多大な損害が出る恐れが。こちらが引き起こしたあらゆる混乱について謝罪します。お目にかかれてよかったです。メンテナンスのリクエストは済ますか。施設部門に送るべきです。揃っているが、理事会に出てきたのか。はっきりと意思表示されただろう。彼らにとってあからさまな敵対行為に加わるというのは苦渋の決断だった。そっちはどうだ。彼らの決断に賛成か。どのくらい前から出ていた話なんだ。いつこういう方向に決まった。実のところ BOS の飛行船の到着が最後の一撃だった。あまりに多くの者が危険にさらされている。我々もあなたもその全てを失うわけにはいかない。父さん、あなたが当初インスティチュートにたどり着くためにレールロードと活動を共にしていたことは誰もが知っている。あなたと彼らとの関わりの深さは繰り返し疑問視された。誰によってかは見当がつくはずだ。問題は現在彼らに対してどういう立場を取っているのかということだ。味方だと考えているのか。何の意味もない存在だ、初めからな。正直言ってそれを聞いて安心した。ではやるべきことを必ず果たしてくれると期待している。なぜならこの過激論者たちが存在し続けることを許すわけにはいかないからだ。彼らはインスティチュートに対する明確な脅威だ。数こそ少ないが、あの歪んだイデオロギーがある限り彼らはこちらに攻撃を仕掛けることをやめないだろう。彼らは根絶やしにする必要がある。それを最後まで見届ける気はあるか。もう彼らのことは心配いらない。死んだも同然だ。感謝する。やるべきことを果たすのだ。だが無事でいてほしい。墓場に送ってやる。絶対に。
人売られた恋人みたいな気分。 BOS のために。ちっぽけな人間にはストロングが必要。何か必要ですか？すみません。また俺に戻ってきてほしいのか？正直なところ、お前がいなくてつまらなかった。では行こうか。準備はできてるぞ。おい、デズが探しているぞ。デイトンの外でコーサーと打ち合った。デズデモナ、何か考え事？背後に気をつけろ。冴えない顔つきね。インスティチュートに殺せと命じられたんだ、あんた方全員を。結局彼らはこっちを真の脅威と考えてるんでしょうね。褒め言葉と受け取っておくべきかしら。で、本当に聞きたいのは、あなたはどうするのってことよ。あんたたちには揃って死んでもらうしかないな。デズ、俺のせいじゃないぞ。どうなってんだよ。保証人はディーコンだったわね。信用すべきじゃなかったことは分かってた。あいつもあなたも。私たちは戦わずして屈したりはしない。そんなこと。よし。ああ、それで仕事は片付いたのか。気の毒なことをした。辛い仕事になりそうだと分かっていたのだが。いや、全然問題なかった。そちらに悔いがなくてもこうなったことが悔やまれる。あの連中とはとにかく和解のしようがなかった。分かりきっていることだが、インスティチュートが直面する脅威があと一つだけ残っている。何のことだ、最後の脅威とは。やれやれ、それほど分かりきったことでもなかったか。 BOS はテクノロジーをやたらと欲しがっている。そして我々と平和的に共存できないことを明確にしている。いずれは我々に襲いかかり、長い年月を費やして作り上げたものを奪おうとするだろう。こちらが滅ぼされる前に彼らを滅ぼさねばならない。その通り、奴らにこちらから戦いを仕掛けよう。賛成してくれたことを感謝する。だが BOS の難しさは、彼らが連邦の中だけにいるわけではないということだ。ここで彼らを潰すだけでは十分ではない。世界中には彼らの仲間がまだまだいる。その連中もこちらに襲いかかってくるだろう。そうなった場合の対策は考えてるのか？そういう事態が最初から発生しないようにしたいのだ。
こちらに干渉すれば、彼らが非常に価値を感じているテクノロジーそのものが彼らの敵になるということを彼らに見せる。こっちはどこでも好きな場所に一瞬で姿を現すことができ、彼らには阻止しようがないということを教えるのだ。彼らももう一度我々に干渉しようとは思わなくなるはずだ。この計画の成功に随分自信があるみたいだな。インスティチュートの取り柄は完璧さだ。ドクター・リーが彼女の研究室で待っているはずだ。詳細は彼女が教えてくれるだろう。時間が一番大切だ。